おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。もしあなたがビジネス英語を勉強しているけれども、なかなか成果が上がらない、そう感じていらっしゃることがありましたら、勉強は一つのことに集中してやっていただければと思います。例えば、ビジネス英語で語彙力を増やしたいということであれば、まずは単語を増やすこと、語彙力を増やすことに集中する。リスニングをやっても、その中でどの単語を使おうか、どの単語を覚えようかということを意識する。雑誌や小説などを読んでも、そこに出てくるうまい表現ですとかいいセリフがあったら、それをその語彙を覚える。そのためにその本を読む。 TED を例えば聞いても、面白い語彙が出てくれば、もしくは自分に必要な語彙が出てくれば、それを覚える。そういうふうにしてもらう。また、スピーキングを伸ばしたい、流暢さを伸ばしたいということがあれば、小説を読むのも、その中のセリフ を自分が話すために読む。何か雑誌を読んでも、その中で、何か話題を見つけて次に話そうということを意識しながら読む。そういうふうにして、自分の目的を明確にしてやるということがすごく大事になってきます。そうすることで、リスニングをやっても、例えばディスカッションをやっても、本を読んでも、ラジオを聞いても、自分が例えば単語を覚える、話すっていう目的を明確に持っていれば、そのことが全てつながってきますし、効果的に、その自分の目的のスキルについて伸ばすことができます。ただ単に何でもかんでも、テッドを聞いて、単語帳を覚えて、原書も読むけれども、なかなかなんかつながらないなって思ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、そういうふうに自分が何のためにそれをやっているのかっていうことに意識を置いて、すべてをつなげて効果的にやっていただければと思います。そうすることで必ずどん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 効果が上がってきますので、頑張ってください。それでは失礼いたします。